めて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2トンに個して用意してますが、量は全く違います。本当の商品、ご覧の通り非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです。はい、もう待ちわびてますので、早速ミルクに渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆様の前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、で大きく通りなぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で体内のを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお湯をもらった王妃、今お腹はさほど空いておりません。お湯で足りなかった分もまして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところなんです。そしてミルクの後にはヒーターが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。リンゴもゆっくりゆっくりですがちゃんと噛んで飲み込むことができるようになってきました。まだ固形物として食べることができるのはこのリンゴぐらいです。大人のパンダのように竹を食べるようになるのは1歳を過ぎてからになりますので、まだもう少しかかります。でその前に離乳食としましてこうしてリンゴを与えるようにしているんです。で上手に前足でリンゴを持って食べている姿もぜひご覧になってください。さあ皆様からのご質問にもここからはお答えいたしますので、何かございましたらどうぞ大きく手を挙げてお知らせください。はい、早速ありがとうございます。はい、ようですが、今現在お母さんは2頭をちゃんと認識していますかというご質問いただきました。実は赤ちゃんが小さなうちから私たちスタッフお母さんパンダに2頭を同時に預けるということを試みまして練習を重ねました。お母さんパンダのランキング今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産みそして育てております。その経験がありますので、私たちスタッフ、ランヒンの子育て能力、母性本能を信じまして練習をしました。すると、子供たちの成長に従って、子供たちが成長するに従って、お母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子供2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で開放してもしっかり落ち着いて過ごせるようになっております。今月初めからこの外の運動場に親子3頭で出られるようになりまして、この後も実はお母さんがここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひゆっくり。さて他に何か知りたいこと気になることはございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、実は、この王妃当妃お母さんからの卒業さほど遠くありません。野生のパンダたちも、1歳から1歳半長くて、2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、ラウヒンの体調や、疲れなども考慮しまして親子の離れる時期を決めます。もしかすると2頭1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられない、ジャイアントパンダのお母さんですが、ラウヒには頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので少し早めに子供から離れ体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長非常に順調でして、これまでのお兄さんお姉さんたちよりも速いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話しても、なんとかやっていけるかな、
そんな期待もありますの でまだ正式にいつ、親子が離れるか決まっておりませんが、年内にはお別れの時。さあ他に何かあればお答えいたしますが、何かございますでしょうか。会場へ登りますと2階観覧場から大変お近くでご覧いただけます。2階観覧場ではクリーニングセンターの先ほど反対側に階段がございますので、よろしければご利用ください。ダメ。やっぱりあの奥さんやな。お母さんパンが上がってます。やっぱりあの、あ、暑いぞ。お母さんにはお母さんパンダが食べる新鮮な竹やおやつのリンゴや人参、動物用のビスケットを準備しております。お互い運動沿いお進みいただきました桃浜と桃浜のお父さんパンダ A 面もご覧いただきます。お父さんパンダ A 面はテリリングセンターお願いしてご覧いただけます。それでもやばわ。そうや、なかった。あの時気増えた。さあ、運転手の姿ご覧いただけます。現在一頭は高い台の上で飛ばしておりますが、次回観覧場へお進みいただきますと、この台の上の赤さん、大変お近くでご覧いただけます。次回観覧場へは、当社のはクリーニングセンターの現在は、桃浜と桃浜で4回目の子育てを頑張っております。桃浜が今までに産み子育てしてきました子どもたちは、この電車を愛車ですと参加してきてご覧いただきます。子どもたちは現在5歳の双子、海浜と陽浜、そして3歳の娘の優浜がご覧いただきます。今日の時に、私、関東にいるのに、無理しちゃって、
この間相談にお越しいただきますと、お父さんさんの映像がご覧いただけます。スリリングセンターでは、計4頭をご覧いただけます。運動場前、少々混み合っておりますので、どうぞお客様の交代をしながらのご観覧、ご協力お願いいたします。また、交代検査員が入られたお客様、
本日はご来園いただきまして誠にありがとうございます。お待たせしました。ご来園いただきまして Thank you.
Thank you.
はい、どうぞ。すごいね。
だ、ザザ食べてるな。ザザ食べてるな。わー、やだ。なんか、ちょっとやだ。ねえねえ、バンバのウルド。うん、かわいいな。うん、もう、マスク、マスク、普通にのとこへ行きたい。そうだ、パン、そのショーみたいな。これ赤いから結構。
あいつな、あいつの方があれやな、だいぶだらけとるな。後で確認して。やばい。両手持ち出した。やばい。かわいいコロコロやな。
さがもうバッチ目の前に動かれとって、うん、よっこいしょって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 、立ち上がれない、それかな、そういう場所が食いしん坊なんじゃさだけやったら食べながら食べる、そこに行けるかな、バイバイ、ここじゃないの、なおんち出た草っぽだもん、あ、コロ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 、うまい、お、今だ、これ赤ちゃんなの、ポトポト寝れた、すごいだ、えらい、15分正式なミリコードの様子がご覧いただけます、どうぞ皆様ここのライコードをご覧くださいませ、さてスタッフが手にミリコードを持って運動道具をやってまいりました、ただの運動道具前大変混雑しております、どうぞ皆様前の方少しかがんでいただきまして、後ろの方にも見えやすいよう、またお子様にも見えやすいよう、ゆとりアプリの観覧にご協力をお願いいたします、こちらにおります、オーシンとオーシン、現在1歳3ヶ月の双子のパンダです、ほら、あーちゃん、昨年の11月にお母さんパンダ良浜から親離れをしまして、こちらのパンダ園へ引っ越しをしてまいりました、現在良浜と良浜が飲んでおりますのはパンダ用のトラミルクです、だっこしても眩しいものは眩しい、良浜と良浜、親と大人と同じように竹を食べるようにもなりましたが、まだ現在ミルクも飲んでおりまして、このように1日3回ミルクも飲んでおります、いやでも、いや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 、犬の子には専用の粉ミルクはございますが、パンダにもパンダルグレードの人で生まれてきまして、大きな同期は181グラム、186グラムで生まれてまいりましたが、1歳3ヶ月が経ちました、現在は体重は45キロにまで成長しております、なくなっちゃったついてる、成長はとても早く、1歳で30キロ、2歳で60キロ、3歳で90キロとどんどん大きく成長していくんです、大人になる頃には100キロ以上になります、大体ベストパンダで4歳から5歳で大人になりますので、
桜浜と桃浜もあと4年ぐらいかけてどんどん大人のパンダへと成長していきます。さて、桜浜と桃浜、2頭おりますが、皆様どちらが桜浜でどちらが桃浜か分かりますでしょうか。双子の姉妹で大変そっくりでなかなか見分けがしづらいんですけれども、耳に特徴がございます。皆様大きな大きな見えますから、耳のあたりにご注目ください。丸くて大きな耳をしている方がお姉さんが大きい、小さくて少し立ってピンとした耳をしているのが妹の大きいです。もういらん。皆様はどちらが桃浜でどちらが桃浜でしょうか。もう見えましたら比べてみてください。また桃浜と桃浜、性格も全く違います。先にミルクを飲み終わりました。今日はお姉さんについて親ともらいに行っておりますが、実はこちらが妹の桃浜なんです。好奇心旺盛で天然な女の子です。すぐに見ることができまして、お姉さんにおやつの願いしに来ています。最後までゆっくりと見ると思っておりましたのがお姉さんの王子です。おっとり出していてマイペースで、いつもゆっくりと見ると思っています。抱っこしんでもここ見えるじゃん。同じ双子でもこのように全く性格も違いますので、そういった行動を見ながら見ていただけると楽しんでいないかと思います。パンダと一緒だ。こちらが桜浜と桃浜がお姉さんからもらっておりますおやつは、リンゴと人参とピッツァです。こちらの3種類をアドベンチャーワールドではおやつとして与えております。パンダの主食は竹でして、ほぼ9割以上は竹を食べますが、残り1割はこのように竹以外の野菜や果物などを与えております。こちらパンダ雑食性の動物でして、野生でも竹以外には昆虫や木の実、また時にはお肉も食べることもあるそうです。アドベンチャーワールドはこのように竹芋と人参とビスケット、また主食に主に妄想竹という種類の竹を与えております。大人のパンダで1日に2、30キロ竹を食べてしまいますが、コーヒーと早速1頭竹を食べ始めました。でこちらの食べ方にも注目していただきますと、ある一定の、法則がございます。食べ方にも特徴がございます。ほとんど葉っぱは1枚ずつ食べるのではなくて、何十枚も束ねて束ねて腕に切って一気に食べるんです。ぜひ食べ方にもご注目ください。はい、ちなみに今お昼と正面を向いておりますが、どちらがどちらか分かりますでしょうか。耳の形にご注目ください。奥にいる方が妹の桃浜、手前にいる方がお姉さんの桃浜です。ちょうど2頭の見分け方も覚えていってください。ちなみに現在、3月ですけれども、3月から5月にかけてはパンダにとって恋の季節が訪れます。
今度は1年に1回春に発情が決まって成体を仕掛けます。現在ブリーディングセンターにはお父さんの永明、お母さんの良浜が暮らしておりますが、次の発情に向けて準備を行っております。交配可能な日は2、3日しかありませんので、2頭の様子を見ながら発情のピークを極めて、また交配ができるように、私たちも努めております。恋の季節になりますと、パンダにも様々な行動が現れるようになります。恋をすると体が赤く熱くなってほてってまいりますので、水浴びをする様子が見られたり、また自分の匂いをつけて周りのパンダにアピールするように匂い付けの行動、マーキング行動が見られるようになったり、またこの季節特有の鳴き方、追い鳴きという声も聞こえるようになってまいります。パパンダの声を聞いたことが、なかなか子供たちはあまり鳴かないので聞こえないかもしれませんが、皆さんもしお時間がありましたら、ぜひ園内一番奥のブリーディングセンターにも行ってみてください。もしかしたらお父さんの永明やお母さんの良浜、泣いているかもしれません。こういった鳴き声が聞こえるようになったり、匂い付けの行動が増えるようになってきたら、また発情の兆しが見られ始めたということですので、そういった行動なども観察していただくと面白いかもしれません。落ちる怖い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 、やだやだやだ、
落ちるの？嘘。怖いよ。え？よいしょ。すごい埃。すごい。本日は誠にありがとうございます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
じゃん。あかんねです。Thank you.
Thank you.
Thank you.
今でも私は、私は、
かで話してもいいですか。